今回は1977年公開の松竹版八幡村で金田一耕助が犯人の身元調査に訪れた寺に向かいます。その寺は和歌山県、滋賀県、京都府にそれぞれ点在しておりますが、映画の中ではご丁寧に金田一耕助がそこに訪れた時間まで明記されていました。まずは和歌山県の極楽寺に朝7時、移動して途中の大阪天王寺駅に午後2時、飛んで滋賀県石山寺に3時半、そして京都駅東本願寺に午後5時30分に到着しています。今回はこの映画に明記された時間通りにロケ地に向かいまして、果たして時間通りに実現可能なのかを検証しつつロケ地巡りをしたいと思います。お疲れ様です。今日は和歌山県に来ております。正面に見えるビルが JR 和歌山駅でございます。ミオって書いてあるのは駅ビルのデパートになるのかな。和歌山駅は周辺はこういう感じでございますね。結構バスの発着も多くて人もたくさんいます。で、今日は例によってロケ地巡りをするんですが、今回は1977年松竹版の八幡村のロケ地を、やりたいと思います。まあ、八幡村はですね、このチャンネルでは相当、こすりにこすり倒してまだやることはあるのかと思うかもしれないんですけれど、まだねやることあるんですよね。まずはこの和歌山駅から電車に乗って移動します。この9時54分の御坊駅っていうのに乗ります。で、20分ほどで到着する鴨郷っていう駅まで行きたいと思います。最初の目的地は極楽寺というお寺になりまして、最寄り駅は紀勢本線の鴨郷駅となります。和歌山駅から20分ほどで到着します。この映画の時代背景は1977年当時となっていて、70年代の各地の様子を見ることができます。金田一耕助は渥美清が演じています。はい、到着しました。鴨郷駅でございます。現在時刻が10時15分、朝の10時15分でございます。で、帰りまた和歌山方面に行かないといけないので、まあ、本数も、ね、30分に1本ぐらいしかないので、サクッと、金田一耕助が行ったお寺に行きたいと思います。ここから、ね、歩いて何分かかるか分かんないんですよね。ここまで330円でした。駅員さんがいないですね。近年まで有人駅だったみたいなんですが、今は無人化されております。鴨郷駅の駅舎はこんな感じになっております。だいたい電車は1時間に2本ですね。帰りこの11時49分っていうので、これで帰りたいと思いますが、遅れないようにしないとな。駅から出てみます。鴨郷駅の駅前ロータリーでございますね。向こうには郵便局があって、奥には駐在所もありますね。こういう感じです。はい、今特急列車が通過していきました。特急が止まらない小さな駅でございます。で、ここから目的のお寺は、だいたい歩いて30分ぐらいかかるっていう Google マップには載ってたんですけれど、多分ショートカットできる道がありそうな気はしております。これから行くお寺は極楽寺というお寺になります。ちょっとね、山の上にあるような感じなんで、山登りをしないといけないかもしれません。とりあえず時間がないので早速進んでいきたいと思います。この場所は和歌山県海南市と呼ばれる場所なんですが、劇中にもちゃんと海南市って出てたんですね。で、その横に時刻が出ておりまして、映画の中では朝7時 AM7 時に金田一耕助がここを訪れたということになっております。金田一耕助朝早いなと思ったんですが、その後のカットでは天王寺に、午後2時に天王寺に着く予定なんですけれど、ここから天王寺ってだいたい電車で2時間もあれば着いてしまうんですね。で、朝7時にここにいて天王寺に2時に行ってだと、多分劇中では金田一耕助がここで調べ物を数時間やってたから、天王寺に着いたのが2時っていう設定だと思うんですけれど、僕は特に調べ物をするわけではないので、移動だけなので天王寺に2時に着くようなスケジュールを組んでおります。コミュニティバスのバス停ですね。一応さっきの鴨郷駅からもコミュニティバス出てるんですけれど、いかんせんも時刻が全然なくて本数が全くないので、今は歩いております。今日はあいにくあんまり天気が良くなくて、すでに雨がポツリポツリ来ております。このまま悪化しないことを願います。なんかね、あの山の上の方とかは登んないといけないような感じなんですけどね。
しかしどういう経緯でこの場所をロケに選んだのかは気になるところですが、よくわかりません。俳優できたのは初見清さんだけだと思います。道を間違えました。こういう道はなかなか Google のストリートビューには出てこないですからね。現地に行ってあれこっちかあっちかみたいな感じでやるしかないです。ああ、見晴らしがいいところまで登ってまいりました。バイクかなんか欲しい。結構新しい家もね建ってますね、この辺りは。はい、車が通ってる道まで来ました。いや、きつい。今日は5月の27日で気温大体20度ぐらいでしょうか。まあ、もう歩いてるだけでめちゃめちゃ汗かいてるんですけど、多分映画の撮影はね夏とかだったと思うから、これ以上に暑かったんじゃないのかなと思いますね。こっちかな、こっち左行けば。こっちもね Google ストリートビューに載ってないんですよ。こっちはシャドウ、こっちは Google ストリートビューに載ってるけど、こっちはね載ってないんで。あ、奥に海が見えてきました。いやいや、あの辺のね、あの辺の海の様子も映画の中に差し込まれましたね。ここは右側が階段、左側が坂道みたいな、バリアフリーみたいになってるんですけど、なんかあれなんですか、やっぱバイクとか通すからこうなってんのかな。あ、漁港が見えてきましたね。下に船が何隻か止まってます。あれかな、極楽寺。あの奥に見えるでかい屋根が見えると思うんですけど、多分あれじゃないのかな。とりあえずあそこを目指していきたいと思います。この辺なんか街並みがいいですね。瓦屋根の建物がめちゃめちゃ密集してて、でこっち側も路地が細くて、昔からある港町なんでしょうかね。すごい、ここ昔薬局だったのかな。右読みですよ。ここかな。あ、書いてある、極楽寺って書いてありますね。はいはいはい、あ、着いた、ここだ。あ、こんな眺めのいい場所あったんだ。こっち側のカットはなかったからな。どういう感じで撮ったんだろうな。一応ね、この石積みのここが映ってるのは見えたんですけど、どの辺なんだろう。一旦ちょっとお寺の中に入ってみたいと思います。身元調査を断り、これ金田一がやったことじゃないかな。昔はそういうの大丈夫だったのかな。なんか今は個人情報保護で当然ダメなんだろうけど、正面に見える建物が、これが本堂ですかね。ああ、立派だ。金田一光介はこの道をまっすぐ行きました。もう一つのお堂に来てみました。ここからも結構眺めが良いですね。あ、ここからね、極楽寺の本堂が見えます。で、映画のカットはこういう感じで撮られたと思うんですが、どうだろう。カメラはおそらくもう一段上あたりから撮ったものと思われますが、ちょっと行けないのでこの辺からのカットになります。ここで金田一光介があの山門から入ってきて、でそれをカメラは追うと、で奥の方に向かっていく、本堂の方に金田一光介は向かっていきます。こういう感じですね。まずは極楽寺の山門をくぐる金田一光介のカットです。実際はもう一段高いところから撮影されたと思われます。このお寺は集落の一番高いところに位置していて、ここからは下の集落の瓦屋根の密集を望めます。映画にもその様子が映っていて変わりはありません。釣り鐘の足場の部分も映画に映っておりました。そしてカメラは左にアングルを向け本堂を映します。映画の時は手前に大きい木が立っていて右側の住宅が見えません。本堂へ続く石畳や手前の墓石の形やお地蔵さんなど当時から残っているものも確認できます。もしかしたら金田一が登ってきた階段はこれだったかもしれないですね。まあ今ちょっと木が生えちゃって見えないんですけど、この辺のここの階段を金田一が登ってって極楽寺の方に向かってった、ここで使われこのカットかもしれません。金田一光介が極楽寺に到着する直前に差し込まれたシーンです。階段を登って極楽寺に向かうシーンは現地で場所を探したんですが、おそらくここだと思われます。実際はもう少し左側から撮影したものと思われますが、左は人の家の敷地になるのでこれが限界でした。奥の石積みの壁が印象的で現在でも存在しています。当時はなかった手すりが時代を感じますね。なんかね、この辺りの石垣が映画に映っていたそれとなんか色合いが似てる感じがするんですよね。金田一光介はこの階段を登っていって、登った先にある極楽寺に向かうと、そういうシーンが撮られました。あそこには映画に映っていた釣り鐘も見えます。先ほどのカットの続きです。
釣り鐘堂の見え方的にはほとんどこの辺りで正しいかと思います。映画では家屋が密集している先にあるお寺といった感じですが、手前が空き地になっていたり少し様子が変わっています。右側の歪みの上にも現在は住宅が建っていますが、こちらも比較的新しいお宅だったので、映画の後に建て替えられたものと思われます。なので多分ね、カメラは、当時ここの木はなくて、その辺りにカメラを置いたんじゃないのかなと思われます。いやー、厚見球さん、こういう感じで歩いてきたんですね。疲れただろうな、夏で。ってことは多分ロケ車はその辺に停めてたんですかね。電車で来るわけないからな。津波避難場所になってます。ここは結構高台にあるから逃げるにはベストな場所だと思いますね。この辺りは、ご覧のように1階建ての1戸建ての古い建物が多いです。もともと漁村として栄えたんではないでしょうか。多分あの漁港も昔からあるものなんじゃないでしょうかね。でそれに比べてね、反対側対岸はマンション、高層マンションとか建っちゃって全然こっち側と違います。あれが和歌山市とかその辺になるのかな。現在時刻が11時7分、列車の時刻が11時47分からだったんで、ぼちぼち戻ろうと思います。はい、山を下ってきました。さっきいた場所はね、あの辺、あの家が建ってるあたりまで登っていって、その向こう側、山を越えていった感じになりますよね。極楽寺はあの山の向こうにあります。現在時刻は11時20分ということで、だいたい1時間ちょっとで用を済ませられたかなと思います。でここからまた鴨郷駅に戻って、今度は天王寺に向かいます。天王寺が14時、2時、映画では2時だったので、今からだいたい1時間30分後ぐらいなんですけれど、違うわ、2時間30分後か。だいたい2時間半後に天王寺着けば映画通りかなと思います。多分余裕だと思います。で天王寺の後は京都を越えて滋賀県の石山寺というところに向かいます。はい、駅に戻ってきました。なんかバンバン車が駅前に入ってくなと思ったら郵便局があった。郵便局は賑わってますね。ここに海南市、そう、下津町って書いてあるけど、これ映画の中にも下津町っていう文字が出てきましたね。鴨郷駅っていうのは、今現在地なんですけど、その隣が下津って駅なんだ。なるほど。極楽寺のことは書いてないけど、これが極楽寺かな。位置的に、でもこれ神社だな、鳥居があるから。さっき僕が見た漁港は塩津港っていう港みたいですね。こういう歩くコースがあるんですね。なるほど。金田一航介もここから天王寺に行ったと考えると、この鴨郷駅を使ったと考えられます。じゃあ和歌山行きの普通列車、これに乗ってとりあえず和歌山まで行きたいと思います。この紀州寺快速で天王寺まで行きます。多分ね、これ結構早く着いちゃうんじゃないのかなと思いますね。現在時刻が12時13分、すぐに発車すると思います。続いて向かうのは大阪天王寺駅です。大阪はただ通過するだけのシーンで、目的地としては次は滋賀県石山寺になりますが、このシーンで金田一が大阪を経由して鉄道で滋賀県に向かったということが分かっています。はい、ちょっと一旦紀州寺快速を降りて、こちらの東岸和田駅というところで降りました。ここからこの天王寺行きの区間快速に乗り換えたいと思います。さっきの紀州寺快速でも天王寺に行くことはできるんですが、あれ終点が天王寺じゃなくて、大阪の方、京橋が終点なんですね。でちょっと天王寺止まりの電車に乗りたいので、この左の区間快速に乗ってまいります。現在時刻は、13時ということで、時刻も結構余裕があります。しかしこの阪和線は関空快速とか紀州寺快速とか種別が多くてよくわかんないですね。この阪和線の終点は天王寺駅で、先ほど乗ってきた紀州寺快速は有料特急を除くとこの阪和線で一番早い種別になります。金田一航介も次の目的地へ急いでるはずなので、先ほどの紀州寺快速に乗るのがセオリーだと思うんですが、実は紀州寺快速が登場したのは1999年のことであります。
当時金田一が乗っていたのは新快速という種別でした。新快速は今でこそ東海道本線で幅を利かせている種別ですが、実は阪和線でも1972年から1978年の短い期間だけ走っていて、当時の阪和線の最速種別でした。天王寺和歌山間を45分から51分で結ぶ爆速だったようです。つまり金田一はこの短い間だけ走っていた新快速を使ったということになります。1978年ということは八幡村の映画公開の翌年に廃止されたということになります。また先ほどの紀州路快速に乗ると天王寺駅が終点ではなく大阪環状線に乗り入れてしまいます。もちろん先ほどの列車で天王寺駅で降りることはできるんですが、ただ金田一航佑が降り立ったホームと同じホームに降りることはできなくなってしまうのです。おそらく当時の阪和線は大阪環状線に直通する列車はあんまりなくて、基本的にはほとんどが天王寺が終点だったと考えられます。阪和線の天王寺駅のホームは他のホームとは違って終着駅らしく、線路がそこで終わります。やはり映画をなぞるのであればこのホームに降りることがマストであると考えます。であれば映画と同じように天王寺が終点の列車に乗れば同じホームに降りることができると考えられるので、あえて東岸和田駅で区間快速に乗り換えたというわけであります。おそらく各駅停車や区間快速など速達タイプではない列車は今でも基本的には天王寺が終点なんだと思います。はい、というわけで天王寺に到着しました。そうそう、このホームに降りたかったんですよね。さっき乗ってた紀州路快速だと多分このホームには行かずにそのまま大阪環状線の方に直通してしまうんですよね。で多分映画当時はそういう直通とかがなくて、渥美清さんはここで阪和線を降りたんだと思います。多分金田一目線だと駅からこうやって降りて大阪環状線の方に乗り換えると、そういった感じだったと思います。で多分撮影はあっちの方で行われたと思います。カメラはおそらくこの辺りですね。こういう感じで渥美清さんを追います。天王寺駅を降りる金田一航佑を追うホームのカットを比較します。先にも述べましたが、金田一が乗った電車は当時の最速新快速で、ヘッドマークもご覧のようについています。この車両は113系といって、すでに引退しております。現在は223系が主力のようです。金田一は午後2時にこのホームを降り立った設定になっていますが、奥の時計を見ると本当に2時を指している感じがぼんやりとしないでもないですね。続いてカメラは右側に移動して金田一を追います。天王寺駅 PM2 時の文字が見えます。奥のホームにも電車が止まっていますが、こちらも現在は使われていない車両です。そしてそのホームの端には売店があったようですが、現在は存在していません。おそらく今シャッターが降りているところにあったのではないでしょうか。そしてさらに乗り換えの方に向かうカットです。展示ブロックができていたり、ホーム終端部の壁の柄などが変わっていたりしています。フィルム撮影のせいかもしれませんが、映画は少し薄暗い感じがしますね。こういう終着駅の雰囲気を残した駅はいいですよね。車止めがあって今結構少なくなってるんじゃないでしょうか。金田一航佑はここに停車した列車から出て、あっちの大阪環状線の方に向かっていきます。現在時刻は13時40分で、ちょっと20分ほど早く着いてしまいました。映画ではここに着いたのは午後2時ということになっております。近代地目線で行くと、あれだな、11番線、12番線にある、あそこの大阪環状線に乗り換えます。ホームにうどん屋さんがあるのはいいですね。ちょっと時間潰しもしないといけないし、昼ご飯食べてないので入りましょう。はい、現在時刻ちょうど午後2時。さっき乗ってきたね、あの区間快速はもう行っちゃいましたけど、ここから大阪環状線に乗り換えたいと思います。今はちょうど映画と同じ時刻になっております。ではこちらの11番線12番線から発車する大阪環状線に乗っていきたいと思います。渥美清演じる金田一航佑は11番線12番線ホームに降りて大阪環状線に乗り換えます。現在もこのホームは環状線内回りのホームとして使われていて、機能は当時と変わりません。この案内板は矢印あたりにあったと思われますが、現在はエスカレーターが設置されて、その分スペースが拡張されています。11番線12番線に通じる階段はこんな感じになっていて、ほぼ人が途切れることなく使用されている重要な階段です。映画当時もその様子が見て取れます。階段真ん中の踊り場の部分が同じ位置と仮定できます。階段の上から見下ろすと線路も見えていたようですが、右横のエスカレーターとの境になっている壁ができてしまって見えなくなってしまいました。当時はエスカレーターがないことがこのカットでもわかりますが、なんとなく面影もあります。
金田一耕助演じる渥美清氏は帽子を目深にかぶっているので、この撮影はもしかしたらゲリラ撮影だったんではないでしょうか。周りもたまたまそこにいた一般人がそのまま映っているような感じです。今この右にエスカレーターができているんですが、昔はなかったと思いますね。当時もここから大阪環状線が出ていたと思いますが、今もそれは変わっていません。これで大阪まで行くんだと思います。ああ、ちゃんと大阪環状線になってますね。ここ大阪環状線の内回りってなってるんですけど、大阪に行くにはどっち回りが早いんだろうな、外回りか内回りか。とりあえず映画に沿って行きたいので、この大阪環状線に乗って大阪まで行きます。現在時刻14時3分、これに乗りたいと思います。天王寺から大阪までは結局内回りか外回りかどっちが早いのか分かりませんでしたが、少なくとも金田一耕助は内回りに乗り換えたのでそれに習いました。外回りだったら快速運転があったかもしれません。距離的にはそんなに変わらないと思います。次の目的地は京都を飛び越えて滋賀県石山寺になります。天王寺から切符を買い直して1170円ほどになります。はい、大阪駅にやってまいりました。続いては新快速に乗って、滋賀県の方まで行きます。現在時刻が14時半、これかな、これに乗っていけばいいかな。大阪からは東海道本線の爆速快速である新快速に乗り換えて滋賀県の石山駅まで行きます。そして石山駅からは京阪石山坂本線に乗り換えて石山寺まで行きます。石山寺の到着は映画では15時半となっています。東海道線の新快速は1970年にすでに登場していたため、先を急ぐ旅であった金田一耕助も新快速に乗ったと推測ができます。ちなみに映画では金田一は石山寺の後は京都の東本願寺に立ち寄ってその日を終えています。そして翌日の朝6時半に兵庫県の篠山口駅に移動している描写になっていました。京都から兵庫をいつどのように移動したのかは不明ですが、とにかく金田一は朝が早いということがわかります。今回の旅は1日分の移動のみなので、金田一が翌朝訪れた篠山口には行きません。京都駅を出発してしばらくすると滋賀県に入って、目的の石山駅もすぐに到着します。石山駅に到着しました。ここから京阪線に乗り換えます。現在時刻が15時15分ということで、京阪線の乗り換えが、ね、多分1分ぐらいしかないんですよね。これに乗らないと石山寺の到着が遅れる。ああ、切符買わなきゃ。今スイカが使えないんですよね。京阪石山駅でございます。ここから京阪電車、石山坂本線というやつに乗って石山寺駅まで行きます。ちょっとね、電車遅れてたみたいで、本来15時16分なんですけど、ラッキーですね。あ、石山寺駅って書いてあります。これに乗っていきます。はい、到着しました。終点の石山寺でございます。駅はこじんまりとしたこういうホームになっております。紫が基調になってます。そこに駅名表がありますね。先ほどの石山寺駅から石山寺までは徒歩10分、この道をまっすぐ行けば着くとのことです。現在時刻が15時25分、映画の中では金田一耕助が石山寺にいたのは15時半なので、ちょっと押しているかなと思います。天王寺を出たのが14時なので、やっぱり1時間半はかかるんですね。金田一耕助と多分ほぼ同じルートを取ってきたはずです。ああ、入り口に着いたっぽいですね。人が結構いる。平日なんですけどね、今日は。現在時刻が15時33分ということで、15時半を過ぎてしまいました。天王寺14時発だとやっぱちょっと厳しいんじゃないかな、そのスケジュールだと。では中に入っていきます。映画の中ではほんの一瞬のカットしか使われてないですが、確かにここに渥美清さんが来ております。どうやらこの石山寺は大河ドラマの撮影で使われたみたいで、そのドラマのロケ地を見るには別で料金がかかるみたいですね。なんか光る君へっていう大河ドラマで、まあ、そっちの方僕疎いんで分かんないんですが、どういう人が出てたんだろう、俳優とか全然知らないです。さすがに金田一耕助目当てのお客さんは
いないでしょうね。この階段を登ると本堂です。渥美清さんもこの階段を多分登ったんでしょうね。あの辺だ。あ、この石灯籠とか向こう側からカメラを設置してこっち側を撮ったものと思われます。そしてこれはね、軽海岩と呼ばれる、なんか石灰岩の一種みたいなもので昔からあるみたいですね。で、この岩があることによってこの寺の名前が石山寺となったらしいです。金田一耕助は本堂の方にこういう風に歩いていきます。で、この階段の上にあるこの大きい建物が石膏山石山寺の本堂というわけでございます。あとはこの軽海岩を向こう側から撮ったカットもあります。ちょっと行ってみたいと思います。この提灯がね、映っていたんですよね。なのでこういう感じかな。こういう感じのカットが劇中にあって、あの辺りを歩く渥美清さんを狙っていました。石山寺の本堂側を映したカットです。映画ではちゃんと PM3 時半と映っておりますが、天王寺からここまで普通に行くとオーバーしました。もしかしたら当時はもう少し鉄道の新快速の停車駅の関係で早かったのかもしれません。映画の時より木の葉が生えていて見えづらくなっていますが、奥が本堂となります。手前にある提灯は同じものと考えられます。映画にはさらに手前にも提灯が見切れていますが、こちらも現存しております。石畳の道も当時と変わっていないのではないでしょうか。あの辺にいた金田一耕助を狙ったカメラは多分こっちの方かな。こっちの方に設置されたと思います。この多分階段の上あたりかな。そしてこの警戒席とともに金田一耕助が映ると、そういうカットが撮られました。ここがちょうど撮影できそうなところ。あ、こんな感じですね。多分こういう感じで金田一耕助を狙ったんではないでしょうか。少し高い位置から警戒先を手前に金田一を狙ったカットがこの辺りだと思われます。矢印の人物が渥美清演じる金田一耕助です。右の映像の青い矢印あたりにいたことになります。警戒席の様子も当時と変わっていません。その向こうにある石灯籠も数が全く一致しております。映画では警戒席との境の柵がありませんので、後から設置されたものと思われます。侵入する人が多かったんでしょうか。奥に見えている建物は本堂の手前にある蓮如堂という名前の建物です。みんなこういう風に小銭を置いとくんですね。こういうところに、この柵の中の岩にもこういう風に小銭を奥の方とか投げたり、多分投げ込んでるんだと思います。こういう感じですね。はい、というわけでございまして、石山寺のロケ地巡り完了しました。現在時刻が16時15分となっております。金田一耕助が15時30分に石山寺に到着したっていうカットでだけで、出発したのは何時か分かってないんですが、次あの京都駅にですね、17時30分に行かないといけないので、もう出たいと思います。あとこの石山寺、あの入山時間がもう16時半までということなので、まあ、ずっといても追い出されるので、もう移動しようかなと思います。では先ほど降りた石山寺駅に戻りたいと思います。ここから距離は800メートルです。どうやらこの石山寺は昔紫式部が源氏物語を書いた場所だったみたいなんですね。まあ、それでこの紫があのなんかイメージカラーというか、あの紫を押し出してるみたいです。あの駅にあった石山寺駅も紫が基調となっていたので、まあ、多分その関係だと思いますね。紫式部の紫から来てるんだなということが分かりました。あ、光る君ってこれか。光る君へか。あ、主演吉高由里子。はあ、あ、紫式部の話なんですね。なるほど。だから石山寺で撮られたんだ。源氏物語誕生の地って書いてある。全然知らなかった。ここは路線バスも走っておりますね。あれは前浜、なんとか浜行き。結構乗ってるな。さっきね、反対側の路線バスも見えたんですけれど、それも満員でした。でもしかしたら石山寺に行く一般的な公共交通ルートは、さっき僕が乗ってきた石山寺駅からではなくて、JR 石山駅、乗り換えした JR 石山駅からバスに乗って直接石山寺の前まで行くっていうルートが、バスで行くっていうのが、あの通常なルートなような気がしてきました。石山寺の駅から石山寺まで1キロかかりますからね、歩いて。これはちょっとしんどいなと思います。あ、でももう見えてきた。あんまり鉄道基準に考えちゃいけないですね。ちゃんとバスも使わないと。さあ、戻ってきた石山寺駅。あれに乗ってまた石山駅に戻って、そこから JR で京都に向かいます。
あ、疲れた。ではこれに乗って石山駅まで戻ります。もうなんかめちゃめちゃ新しい車両だな。はい、石山駅まで戻ってまいりました。また JR 線に乗ります。現在時刻が16時45分で、京都には17時半までに着かないといけないんですが、多分余裕だと思いますね。石山寺の滞在時間は40分ほどでした。京都駅に到着しました。現在時刻が17時15分で、映画の時より15分ほど早く到着しております。とりあえず一旦外に出よう。はい、そういうわけでございまして、京都に到着しました。京都駅の外に出てまいりました。京都駅はね、ずいぶん様変わりしてしまって、1977年当時のそれぞれ全く異なります。渥美清さんが歩いていたのはこの辺りの道だったのかな、この辺りにあった道だったのかな。こういう感じで歩いて、しかもね、その辺にはあの路面電車のね、発着所がありました。今は当然それらはありません。京都駅の現在の駅舎は1997年から使用されており、4代目となります。映画当時の駅舎は3代目となりまして、駅前が今のように変わったのもおそらく新駅舎ができた頃と考えて良いと思います。このカットは左右で完全に定点ではありません。実際に金田一が歩いている横断歩道はもう少し画面左の方に位置していたと思われます。右の映像は京都タワービルの前ですが、映画当時はこの辺りに路面電車の停留所がありました。映画の方ではこのカットの右側の方にあったということになります。バス乗り場は当時もありましたけど、こういう形をしてなかったと思います。少し変わってると思います。今はね、京都の市バスはインバウンドで相当めちゃくちゃな状態になってるとは聞いたけど、そんなことはなさそうだなとは今パッと見た感じは思いましたね。まあ、確かに外国人は多いです。映画の設定としては、ここに17時30分に着いて、そこから東本願寺に向かいます。で、17時半に駅に着いて本願寺に向かうと、本願寺閉館しちゃうんじゃないのかなと思うので、とりあえずまだ17時20分ぐらいなんですけど、先に東本願寺の方に向かいたいと思います。奥に見えるのが京都駅で、東本願寺は京都駅の前の道をまっすぐ行って、この先にあります。とりあえず歩いて向かいます。見えてきました、東本願寺でございます。ここは以前は多分車通れたと思うんですけど、普通 のアスファルトのコンクリートだったと思うんですけれど、今はなんか変わっちゃったみたいですね。一応あそこ門があって車が乗り入れられるようになってるけど、今は普通に歩行者天国みたいに人が堂々と歩いて良い場所になっております。いやー、着いた。東本願寺まだ入れるかな。東本願寺の前を渥美清さんが歩くっていうカットがありまして、それも入り口の方で撮られたんですよね。今日は平日の月曜日ですが、めちゃめちゃ人が多い。やっぱり京都は人気観光地ですね。あれ、門閉まってるやんけ。やっぱり今ね、17時26分ぐらいなんですけど、まだ17時半にはなってないんですけど、これ17時半に駅着いて東本願寺に行くの無理ですね、普通に考えて。昔はもしかしたらもうちょっとこの中に入れる時間が19時とかだったのかもしれないんですけど、今同じことやると東本願寺の中に入ることはできませんね。多分入れないよな。入れんの？ああ、ダメって言われてるな。渥美清さんはこの東本願寺の前の道をこうやって歩いて中に入っていきました。で、このカットは、そのカットは多分ね、カメラはこの辺から撮ったんではないでしょうか。当時この場所がこういう形をしていたか分かりませんが、イメージ的にはこの今噴水があるところあたり、こういう感じでここから狙ったんではないでしょうか。東本願寺到着前の金田一を狙ったカットです。左側にある灯籠と右側の橋の欄干のようなものが一致しております。歩いている金田一光介の奥には露店みたいなものがあります。先ほど説明したように、手前の道は現在は車が乗り入れできなくなっておりますが、当時は普通の片側2車線の大きい道路だったようです。映画の時はこの道をひっきりなしに車が走っていて、その奥を渥美清さんが歩くと、そういうカットが撮られました。で、今はね、この道は車道ではなく人が歩く専用の道となっております。
この辺りに露店が出てたんですが、今はありません。まあ、露店があるとちょっと景観が悪いのでなくなってしかるべきなんですが、当時はもしかしたら東本願寺関連のなんかお守りとかそういうの売ってた露店だったのかもしれませんね。17時半前に京都に着いたにもかかわらず、東本願寺に入ることは叶いませんでしたので、別日にまた訪問しました。映画でも門から東本願寺の境内に入っていく金田一のカットがこの場所で撮影されました。ご覧のように映画と現在を比較しても全く変わりはありません。左手前に見えるのが手水屋、その奥が阿弥陀堂と呼ばれる本堂、そして右に見切れている建物が護衛堂と呼ばれる大きい建物です。金田一耕助はご覧のように護衛堂に向かって歩いていきます。このアングルも特段変化はありませんが、手水屋の横にある看板だけが唯一当時と変わっている部分であります。奥には1964年に建てられた京都タワーがそびえ立ってます。映画当時もあったはずですが、映画には映っておりません。というわけで現在時刻が17時38分ということで、だいたい映画通りに行動できたんではないでしょうか。今は京都駅に17時半に着いたら東本願寺にその日のうちに入ることはできません。まあ、もしかしたら当時はもうちょっと閉館時間が後ろだったのかもしれませんね。18時とか19時とか。ただ今はそれは不可能になっております。はい、というわけでございまして、和歌山県から大阪、滋賀、そしてこの京都に映画通りに移動してくることができました。まあ、結果的にこの東本願寺には入れなかったんですが、まあ、大体鉄道の時刻とかね、そういうのは合ってたんじゃないのかなと思います。マジで疲れた。